それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、よろしくお願よいいろたしくしお願いしまます。す。さあ、7日間開催で行われていますスポーツ報知杯、本日3日目を迎えました。さあ、長谷さん、おい。今日はすごく暖かいですね。そう、春なの？僕川下さん今日言ってたね、春の匂いがするってすごくいい表現だなって。いや、本当、やっぱあなた偉いね。そういう表現うまいね。だから春を感じるお天気ですよそうなね。んですよ。もうもうポカポカポカポポカカ。ポカするよね。全権初日の寒くてダウンコート着てこうしてたのが、なんかいつの日だったら、上ぐらい、これ、気温差がすごいんですすよごいね。ですね。まだまだちょっとこれから上昇してくるんですよね。そうなんですよね。いやー、春ですね。天気は春ですね。急に春になりました。ただね、風向きが今日変わる見込みなんですよ。あ、そう今なんでますでね。北風だったのが、今日は南の風だから追い風に変わるんですよね。なるほちょど。っと最初のうちは強い可能性があるんですよね。追い風はスタート速くなったりしたり、あと一番ターンが流れる可能性もあるということで、一応ポイントとしては抑えた方がいいかもしれませんなるね。ほど、注目ポイントとなりそうですね。さあ、そしてそろそろ気にしておきたいのが得点率争い。そう、7番レースね、準優勝戦がありますからね。とそうにですかくね。予選をどう突破するか、上で突破するかが大事ですよさあ、2日目終了時点で、現ね。在1位につけているのは石橋選手となっていまおす。お、地元の石橋光友選手がトップに満足いますね。ここまでオール3で大キープですね。さあ、そして2位には馬場選手、3位には西村選手がつけています。西村選手は昨日連勝を飾っそう、ていますね。西村選手、昨日連勝したんだけどね、船足は良くないってずっと言ってるんですよ。そうなんですで、もう一ね。人ね、昨日連勝したのが太田勝己選手。そうでした。太田選手の方は上向いて、中堅上位ぐらいになったのかなと、こっちは気配上昇ですね。だから西村選手はもう少し船足のアップが欲しいところでしょうね。なるほど。さあ、予選は明日4日目の第11レースまで、まだまだ順位変動可能性ありますよね。もちろん、だからもう順位変動多くあります。だからいい枠でしっかり取る、そして悪い枠で1個でも上の着順取るかっていうのが大事ですね。そうですね。さあ、本日も熱い戦いにご期待いただき、最終レースまでお楽しみください。それでは本日の注目レーサーをご覧いただきましょう。さあ、本日の注目レーサーに森永純選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いします。大村の院は18連勝中。強いです強い。ね。彼ね、院の信頼度の高い選手で、最近1年間の院の1着率も86%あります。高い。高い数字です。なおかつ大村ではこれほどもずっと勝ってるんですよ。さらに信頼度が高くなりますそう。ね。でね、今日、やっと今節1号艇回ってきましたね。外枠をクリアして、今まで2、3、3のオール3連単。しっかりまとめてますね、そう。着を。ここはもうね、今日は2走ですけど、もう今日はチャンスのところですね。もうしっかり白星を飾って得点率を上げたいと。ここはまず進入は枠なりを想定しましょう。もう羽野選手も普通に最近入ってますからね。フライング持ちが2番と4番。そうですね。船足、おっと、印が回ってるのは2番、3番。羽野選手はフライング持ちに加えて、船足は全体的に劣勢。中村誠選手、本来強い選手ですけど、ここまで4、5、6、5。伸びてないんですよ。そうですね。なんか表現で言ったら下がってるって感じですよね。なんか本当、厳しい船足してますね。船足では松田選手が普通くらいはあると思います。長尾選手は攻めていくけど伸びないって言ってました。下がってるって表現は。なるほ木村ど。選手はね、確実に悪くないですよ。ただもう少し全体的に上積み欲しい。だから気配で言えば1、4、6でしょうね。なるほど。森永選手はターン周りはもう少しらしいんですよ。なんかね、回りすぎてたり、重かったり、ちょっとレースの周回ごとに変わってくるって。でなるも、ほしど。っかりそこは合わせてくると思いますので、取り出しましょう。はい。だからもう相手を誰にするかですよそうでね。すよね。フライング持ちだけど松田選手角なら、船足悪くないので、位置としてはいいんだろうなと。彼をじゃあ軸の相手にしてみようと。なるほど。攻めていってくれたら
5番と6番が展開が向く。ただ先ほどのように増田選手フライング持ち、はい。モーターは良くなくても中村選手が先に行く展開になれば2、3着粘れる可能性があるので、はい。4の相手に5、6、3まで入れましょうか。なるほど。6点を出しました。はい。もうマクツーダ選手を2、3着としてっていうそう、形です森永ね。選手を押し切ってよ、そして増田選手2着、3着に絡んでよというフォーマスですね。はい、計6点挙げていただいております。はい、ということで本日の注目レーサーに第9レースに出場いたします森永純選手を挙げていただきましたので、ぜひご注目ください。それではいきますはい。よ、せーの、困困っったた時時のの長長谷谷田田ののみ。み。さあ、長谷さん、はい。昨日の困った時の長谷田のみは本戦の方で的中とそうですなっね。ておりますね。いや、もういいです。当たんないよりか いやいやいや。もうね、本当に前節、前々節って言ってます。当たんない時の本当夜っていうのがね、本当寝つけないっていうかね、悪いんですよ。そうなんですはあ、ね。だからちょっとまあ、本当はね、ええ。長谷田奈美っていうのは高配当を当てるコーナーだから、狙い目をバチッと当てたいっていうのね、まあ、最低限、本戦の解明もちょっとと言い訳もしましょうかね。大学、今日はどのレースを上げていただきたのそうか。そう。はい。今日はね、ええ。後半レースだとやっぱり A1 選手の1号艇がずらずらずらーっと登場して、まあ、主力をちょっと1号艇に意識した番組今日は多いのかなと思うんですけどね。なるほど。でも昨日ね、はい。水面が良くなって分かったことが、うん。気力差が大きいってこと。あ、そうですまあ、出てか。ない選手なんて言ってました。水面良くなるともろに出ちゃうね、出てないのがあって、あー、なるだからそういうのを考えてちょっとね、狙い目出してみました。ほど。わかりましはい。た。続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ、困った時の長谷田のみ第11レースを挙げていただきましあら、た。今日1回バシーの西村選手が1号艇、はこい。こで勝って3連勝を狙うとこですよそうね。ですよね。そしてオール3連勝で好調な石橋選手が3号艇にいると、あれ、これってなんかひょっとしたらガチガチの1331じゃないのかなって思ったりもしますよね。そうなりそうな気そ配もありう、まだからすよ一応本ね。戦はね、はい。1と3連勝を狙う西村選手と、まあ、センターの石橋の争いと見て、1か3どっちかが頭じゃないのかなと思って出してるんですよ。なるほど。で、これ進入枠なりとは思うんですけど、はい。安田選手はスロー起こしにすると思います。なるほとど。いうことは出端選手が角になる。はい。2号艇現場選手もオール2連隊と頑張っておりますが、はい。本人のコメントはなんか伸びもなんかそんな普通はないというふうに言われてますね。そこまで悪くは見えません。はい。安田選手を無印にしたのは出てないんですよね。先ほど言いました、水面が良くなって出てないのが分かったっていうのが安田選手。はい。やっぱり、あ、初日なんて水面が悪かったんでごまかしたけど、やっぱり水面良くなると気力差が出るよね。なるなおかほど。つ安田選手はフライングっていうかね、前期がはい。フライング2本持ちだったので、ええ。最近スタートがとにかく生きてないんですよ。あ、そうなんです今ね。節も生きてない。だからちょっとね、1331の争いの中には5番を入れたのは出端選手が船橋上向いたんで、ええ。出端選手を入れようと思ったんで、本戦の解明には1、3の中に5を加えました。ああ、なるほど。まず解明では1番から3番、5番に3着を折り返し、そしてはい。3番の頭から1番、5番に3着を折り返し上げていただいておりはます。さあ、そして狙い目。私、数学っていうのも得意じゃないんですけど ね、はい。気配上昇足す角足すスタート早いイコール穴は5番出端。なんだこれ。すごいなんか計算式みたいになっなんてかますけね、ど見も。てるに分かってですよ。まあ、進入まず言う と、はい。安田選手がスローにすれば、出端選手は角になるだろうと。はい。昨日、ペラ叩いて、船橋上昇に成功。で、なおかつ安田選手がスタートいけない。5番出端選手はスタートの早い選手。角なら、僕がもし出端選手の気持ちなら、はい。角だろう。うちがスタートいかないだろう。自分良くなってるだろう。行くしかないよねって。おお、なるほど、なるほそしど。たら1番と3番にとってはやっぱり出端選手が襲ってくるのが一番怖いのかなと思ったので、はい。出端選手にも出番は十分に、出番は十分に。出端先に。そう、出ばっ
ちゃんでまたチャンスですね。そうです。だから5の頭で5が行けば6もついてくる、はい、富永選手昨日からシンプラに変わったんですよ、うん、ちょっとね変わったばかりで調整を合わせきれてなくて全体的に影響あったらしいんですけど、うん、本人も会えば中の上は十分にあります。あ、本当ですか。これもともと18号機コース上機ですから。そうですよね。プロペラさえしっかり会えば気力を発揮できます。だから5が行って6がついてくる。だから5の頭に西村選手、石場選手プラス富永選手を入れたフォーカスで今日は長谷田の見行きましょう。わかりました。5から1、3、6、2、3着上げていただいております。はい、さあこのレースはもうどの選手が来てもちょっとおかしくない感じはしますね。そうそう、だからどうしても大物で内側の強い選手強い選手売れますけど外の進入のこのね、うん、乱れの進入を考えたりすると出端選手も狙えるのかなと思ったんですよね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ということで本日の困った時の長谷田のみ第11レースを挙げていただきましたのでぜひ参考にしてお楽しみください。ということで本日解説をしていただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。長谷さん、ありがとうございました。